皆さん、こんにちは。今日のビデオをご覧いただきありがとうございました。私はイーサンです。私はスビです。私はムバラカです。私はホンです。私はケルです。どうぞよろしくお願いします。皆さん、日本に行ったことがありますか？はい、行ったことがあります。では、日本に行ったときは、どんなものをしている必要があるだと思いますか？日本語を学ぶことはとても大切だと思います。日本人と喋るために日本語を勉強することは大切です。そして国の違いを知った方がいいです。それから外人にとって他の国の文化も理解することができますね。そうですね。だから今日のディスカッションのトピックは外国人にとしてということです。そのトピックは他の国の住んでいるときは、いろいろな経験を考えて話しましょう。国にとして日本が外国人の目にと映るのは、個別的のイメージがあります。はじめに日本の生活は、いろいろの多様な要請がいっぱいあります。と現在日本の中に日本の伝統的な文化と日本の大衆文化があって、両方は日本人に対して大切ものです。外人に対しては、日本は、インターネットやメディアやアニメというものを通じて しているから、ちょっと変なイメージになられました。例えば、その番組は面白いですね、さすが日本と言いました。もちろん、日本の便利社会のイメージもあります。例えば、新幹線は速いですね、すごいですねとか、自動販売機はいっぱいありますとかと言いました。それは、日本らしい日本人はどんな人だと思いますか？変人とかサラリーマンとか、皆さんはどんな人のイメージを考えますか？オーストラリアのイメージは日本のイメージと比べてとても違いです。インターネットではオーストラリアのイメージはクロコダイルダンディというようなオーストラリアです。つまりオーストラリアでは、誘導動物がいっぱいいたり、そして砂漠を最善なく続いたり、大変国です。そして外国人は、オーストラリアらしいオーストラリア人が She'll be right, mateと言った人だと思われます。日本で中学校にいた時、オーストラリアと日本の学校は違うと知りませんでした。でも学校生活が経験した後、とっても違うことと見に来ました。私は日本の学校は違うだと思いましたが、日本の電車は本当にびっくりしました。でも日本だけじゃなくて、私はどうしてオーストラリアに来て、私は驚かされるものもあります。それは面白いですね。あとで お話を聞いて楽しみます。ムブラカさん、日本に行った時にオーストラリアと比べてどんなものを違いますか？日本に行った時、私の意見では自動販売機はとても面白かったです。現在日本には自動販売機が552万以上あってこそ、製品は数えきれないほどあります。そして一番最初の自動販売機は1904年のハガキと切手の機械でした。日本の自動販売機はソフトドリンクやお菓子ばかりでなく、いろいろな食べ物や飲み物や花、雑誌やお茶やロブスターなど面白い製品を売っています。だからとても便利だと思います。
これに対してオーストラリアの自動販売機はソフトドリンクとお菓子とチップスしか買いません。私のお金を食べないでください。自動販売機で紙幣を言われたくなかったです。その上とても不便が指摘されています。それにもかかわらず日本に行った時何のためらいもなく自動販売機を使います。人々は一日中2回3回自動販売機を使います。当然のことのように使います。面白そうですね、うん、確かに日本に住んでいる人は、自動販売機で、日常生活でよく使います。なぜ日本人はに、自動販売機をよく使いますか？オーストラリアより日本の自動販売機の方が堅実です、うん、そして自動販売機は日本の文化に取り入れています。私は日本に住めば自動販売機をもっと使うほどとても楽しかったです。便利し安いしカードも使えるし、どこでもいても自動販売機があります。うん、日本に住んだ時、毎日自動販売機を使いました。どこでも行っても自動販売機で食べ物の傍ら、飲み物とかスープとかティッシュなど、いろいろな製品をよく買いました。そうですね。でもオーストラリアで自動販売機をあまり使いませんね。うん、私も自動販売機をあまり使いません。では、他の経験がありますか？日本でどんな経験がありますか？私は日本で外国人でしたから、自動販売機はとても面白かったです。そして、他の外国人もこの意見を支援しています。でも、他の日本の例もありますか？言われてみれば、日本で電車に乗っているとき、人々が寝ていることをよく目にしました。3週間くらい日本に行っていた後で、その状況に馴染んで、私も電車で寝て始めました。日本の電車の1ゲットは友達と喋ったり、携帯電話で話したり、騒音を作ったりすることがあまり目が良くないです。それに対して、オーストラリアの電車はいつでもうるさいです。静かなキャレッジというキャレッジに乗っているときとしても、まだオーストラリア人はうるさいですね。とても眠たいですね。みんな好きでめちゃめちゃしていますから、ここで寝ることができません。このサーベイによると、日本で学生の 53% とサラリーマンの48% が家から仕事と学校へ電車で通うそうです。そしてその人々の 25% が、1時間以上電車に乗るそうです。だからたくさん寝る時間がありますね。そうですね。そして日本とオーストラリアの電車のシステムを比べると他の違いは何ですか？ついでに言うと、日本の電車の時間厳守なのは世界に知られたことですよ。日本で電車の平均の遅延時間はわずか18秒こそです。すごいですね。オーストラリアの電車と日本の電車とは比較になりません。それはオーストラリアと比べてとても違いですね。一度私は友達と一緒に電車に乗った時は電車の信号に落雷しまいましたから、その電車が40分くらい遅いに流れさせました。オーストラリアの方より
日本の電車が好きですね。はい。ホンクさん、日本に行った時、どんなことが違いましたか？日本に行った時、オーストラリアと日本の学校はいろいろな違うことを見にしました。日本に行った時、日本学校生活が経験することができます。楽しくて面白い経験だと思います。オーストラリアと日本の学校はとても違う見にしました。例えば、オーストラリアの学校に対して日本の学校は大掃除習慣があります。つまり、学校日が終わる前に生徒たちが学校を掃除しなければなりません。回路や教室やトイレなど掃除しなければなりません。オーストラリアの学校ではその習慣がありませんから、私は生徒たちが掃除をしたことを見たときはとっても驚きました。なぜ学生がその掃除の伝統をしなければならないだと思いますか？クリーナーを購入しませんか？日本学校は掃除にの役しません。日本学校システムは、生徒たちは掃除させることにより、生徒たちはいろいろな価値観を身につけることができます。なるほど。まあ、どんな価値観はその活動を影響されると思いますか？責任や尊敬や平等を強めるという価値観があります。日本文化に清潔感が強めることが好きです。例えば、鳥に歩くとき、ゴミ箱がなくて、日本人はゴミを捨てません。でもメルボルンって、時々街にゴミを見えますね。そうですよね。私は日本に住んでいた時、慣れていませんでした。そうですか。中国に比べると、高校は違いませんか？もちろん違います。私は小学校から高校までずっと中国で住んでいます。そして私の父親は日本に勤務することで日本によく行きます。そして今オーストラリアに来てもう3年後になりました。私は通してオーストラリアと中国と日本と一番面白い違いは何でしょうね。多分多民族社会であるでしょう。日本は多一民族です。中国はいろんな民族の人はあるけど、大勢な人は多民族です。それと違ってオーストラリアっていろんな国から来た人は多い。日本と中国で外国人の話すことは少ないでしょう。でもオーストラリアで外国人じゃなくてほぼ全世界から来た人は交流することはできます。オーストラリアに生まれましたから、それあんまり抱えませんでした。その経験するこっちってことが、知らない人にとって多分とても面白いですね。確かに、毎日多民族国家の文化の多様性を感じます。例えば、マイブルって毎日いろいろな言語を街で聞こえます。ハイドストリートとかチャイナタウンとか音楽が他国の文化を体験できます。そして食文化も驚くほど豊富です。通りに歩きだけでじゃないだけでなく、そのオーストラリアの学校には、多様性を身につきますよ。学校の食堂でインド料理があるし、中華料理もあるし、こんなに多様化な文化、他の国で体験できないのは、私はとってとても面白いと思います。そうですね。そして日本の自動販売機でも、いろいろな国の食べ物をよく見つけることができます。
それはいいディスカッションですね。まあ、外国人として、他の国に住んでいるときは多様な経験がありましたね。他の国の文化とか、生活とか社会などを考えば自分の国の文化を考えほどと思います。だからグローバルヒットになるために多様な他の国の文化を分かって見える必要があると思います。皆さんビデオを見てくれてありがとうございました。さようなら。